全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。すいません、まだ風邪ひいてます。さあ、そんな今日なんですけど、先日リスミさんからこんな DM です。タックさんこんばんは。こんばんは。この前まとめられていた能登半島地震についてなのですが、ツイッターなどでは震災後に起きた事件などのポストが定期的に回ってくるのに、ニュースを見ていてもそれらの事件が大々的に報道されることがないことに違和感を感じました。事件性の優劣はあると思うんですけど、メディアには報道されない現地で起きてる事件などがありましたら紹介してください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。今日はこの DM でもいただいた、メディアでは報道されない被災地の現状とその理由というテーマについてお話ししていけたらと思うんですけど、で今回のですね、被害のひどかった石川県についてなんですけど、メディアではこういった部分ってなかなか報道されてないよねっていう事例にはなるんですけど、例えば震度5弱を観測した石川県内灘町、ここは高台と下町に分かれていて、高台の方は特にですね、土地開発が進んで住宅がずらりと立ち並んでいるような場所なんですけど、電柱が完全に倒れていたりとか、家が歪んで倒壊寸前になったり、道路が陥没して車庫から車が出すことができなかったりとか、あとインフラに関してもガスと水道が使えない地域もあったりして、ギリギリ電気は通ってるみたいなんですけど、住民たちの間でここにこのまま住んでいて大丈夫なのかと、そういった不安が広がってるということなんですけど、なかなかこの現状というのがメディアで報道されてないと。じゃあなんで報道されなかったのかって言いますと、内灘町に関して言えば死者そして安否不明者が今のところ出ていないというところ、つまりこういった被害は出てるんですけど、こうした数字的なところが関係していると考えられてるんですよね。ただ被害状況が報道されていないイコール把握できていないというわけではないんですよ。っていうのもこれはメディアが悪いんですけど、そもそも事件の加害者そして被害者を報道するのって、もともとはそれを報道することによって関係者に状況を把握させるためっていう意図があるんですよ。っていうのも今はね、 SNS が発達したんで被害状況を知ることができるんですけど、大きな事件が起きた時に誰々さんは無事ですかと問い合わせがパンクしたりとか、そういった混乱を避けるためにですね、今回誰々さんが被害に遭って重症で病院に運ばれてますよと把握させるためにもともと報道っていうのはあったんですけど、今現状メディアがそれって報道する必要あるかと、そういった内容が多くなったっていうところで、メディアのあり方とかメディアってなんぞやみたいな、そういった状況になってるのが原因なのかなと思いますね。ちょっと話それたんですけど、もう一つですね、なかなか報道されないのが避難所での性被害ですね。実は今回の地震の直後ですね、X ではこういったポストがかなり話題になりました。避難所にいる女の子は性暴行に気をつけてください。寝てる時やトイレに行く時など女の子同士で固まってください。東日本大震災でもたくさんの方が被害に遭われました。本当に気をつけてっていう内容でして、実はこの避難所での性被害については政府が注意を呼びかけてるぐらい深刻な問題なんですよ。ただこちらもテレビとかではあんまり聞かないですよね。にもかかわらず、先ほどの X のポストでは今回話題になって共感を得てるんですけど、実は過去にも前例があるんですよね。僕が見つけたものでいくと、1995年に発生した阪神淡路大震災の時から避難所での性被害というのが多数報告が上がっていたことが分かっていて、例えば夜中避難所で寝てる女性の布団に勝手に男の人が入ってきたり、ひどい場合には外に連れ出されて裸にされて強姦されるといったケースもあったそうです。ただこれら大部分が被害届すら出されなかったというもので、これはなぜなのか。まず避難所っていうのはその地域に住んでる人が集まってるんで、女性からすると同じコミュニティの男性と真っ向から敵対するっていうのはなかなか勇気のいることなんですよね。被害届を出すことによって何かしらの被害を受けるのが怖いと女性はそう考えてしまったというんですね。ただこうした状況の一部の女性たちは声を上げたんですけど、この時一部のメディアから証拠がない捏造だろとデマ扱いされて、それで諦めて口を閉ざしてしまった女性たちもいるというんですね。まあその被害届が出てないと事件化しないんで、その事件ではないことはメディアが報道しなかったという流れだと思うんですけど、こうした性被害が明るみにならなかったことからですね、2011年に発生した東日本大震災の時も避難所では全く同じような性被害が繰り返し行われていたと言います。じゃあちょっと今回の能登半島地震に話を戻して、実はもう一つ話題になったものがあります。これが1月11日のポストなんですけど、どうやら被災地に迷彩服を着た偽自衛官が出没して支援を装って家に侵入するという事案が多発しているということでして、こちらに関して自衛隊制服組トップの吉田さんって方もですね、断じて許されない行為としてかなり怒ってまして、この時偽自衛官を見分けるコツっていうのを説明してくださってるんですけど、こちらざっと紹介すると、まず大前提、自衛官が一人で孤立した地域の家を訪ねていくことはないと。なので一人で来てたらまず偽物を疑えってことで、あと服装に関しても災害派遣された本物の自衛官っていうのは迷彩服の左肩にニーズ把握隊とそう書かれた黄色い検証を必ずつけているんですね。なのでもし今見てくださってる方で被災地の近くに住んでる方がいたら、こうした偽自衛官にはくれぐれも注意してください。じゃあさっきね言ったように、本来であればメディアはこうした状況を詳しく伝えるべきなんですけど、先ほどの内灘町もそうなんですけど、死者何人みたいな、そういったパンチの効いたワードとか数字なんかがないと、かなり悲惨な状況でもメディアはなかなか報じないという場合もあるんですよ。ちょっとここからメディアの印象操作について少しお話していきます。これは東日本大震災の際に津波の被害を受けた宮城県のとある農家の方のお話なんですけど、2021年、震災からちょうど10年のタイミングでテレビ局からかなりの数の取材依頼が来たと。ただこの方取材の8割以上断っています。っていうのも、実は今まで
500回以上取材を受けてきて、正直テレビの編集の仕方、切り取りの仕方にはもう飽き飽きしてると言います。例えば都合のいい部分だけを切り取ったりつなぎ合わせたりして、結局テレビ局側が言いたいことを言わせるような構成になっていたと。番組のテーマもまだまだ道半ば系というか、困ってます系、こんなはずではない系みたいな、現地の状況とは全く違うものであったりとか、あと中には取材中に泣いてしまって言葉が出なくなると、明らかにいい絵が撮れたぜみたいな笑顔を見せるカメラマン、ディレクターなんかもいたと言います。これ以前ですね、別の動画でも紹介したんですけど、多くのテレビ番組っていうのは取材と言っておきながら、実際にはあらかじめ決めた構成に沿うようにただ素材を撮影しに来てる場合っていうのが非常に多いんですね。結局中には事実を伝えることよりも数字を取ることに重きを置くっていうメディアが多いんで、こうした歪んだ情報がまるで事実かのように報道されてしまっています。ただこれはテレビに限らず SNS でも全く同じことが言えて、被災者かのように見せて完全にデマの情報が広がることも少なくありません。例えば今回の能登半島地震に関しても、家に閉じ込められてるっつって全く関係のない画像を投稿して救助を求める投稿出回ったりとか、あとは東日本大震災の時の津波の映像を引っ張ってきて、今回の地震による津波だとする投稿も100万回以上閲覧されていたりして、で中にはですね、本当に被害に遭われてる投稿もあるんですけど、こういった嘘情報が出回って本当に助けを求めてる人が埋もれてしまう可能性というのは全然あるんですよね。本人は軽い悪ふざけのつもり、承認欲求のつもりでも、間接的に被災地で困ってる人の妨げになる可能性というのが十分になります。まあ、あとね、この最低ですけど、今回の能登半島地震でペイペイ寄付詐欺の被害も出ています。まあ、大まかな手口としては、 X 上で被災者を偽ってペイペイを通じてお金を騙し取るというね、手法なんですけど、実際に見つけた事例としては、アカウント名タヌタヌ過去自称カリスマっていう、ね、X でフォロワー2万人超えの男性の方がいるんですけど、この方が地震の起きた1日の夜に、フォロワーさんで地震に困ってる人がいたら相談してきてください、できることはするねと投稿します。すると翌日、石川に12月に引っ越してきたばかりで被災してしまったっていう DM が来たと。で、何かできないかなと思ってペイペイで1万円を送金したら、数分後に追加で2万円くださいって言われて、断ってもおむつで5000円とか、ちょっと意味わかんない返信来たんで、怪しく思ってアカウントを飛んだら、このやり取りの直前に競馬の情報を投稿していたと。おかしいなと思って、どうなってるんですかと尋ねたところブロックされたと。で、まあ寄付金だけじゃなくて、ペイペイ詐欺って調べると他にも似たような被害たくさん出てるんですよ。こういう状況で人の善意を踏みにじるっていうのは、もう人としてはゴミクズとしか言いようがないんですけど、あとはこっちは詐欺ではないんですけど、今回の地震による被害を支援するために日本財団が寄付金の募集を開始したんですけど、これが寄付金の募集が X で発表された途端ですね、瞬く間に炎上しました。っていうのも、この日本財団っていうのが総資産3000億円ぐらいの日本最大の財団なんですけど、中国共産党とか統一教会による侵略工作に加担してきたとかいう疑惑かかってて、公式の X では間接経費を取ることなく全額を災害支援のために活用しますというふうには明言してるんですけど、やっぱり不信感を抱いてる方も多くて、 X 上では今は自治体に直接が常識、お前ら中抜きする気満々だろと、あと金持ち財団ならお前らが支援しろよと、まあ、そういった批判が相次いでます。なので、ちょっと信用できる寄付金の主な受付窓口いくつか紹介するんですけど、こちら日本赤十字社と石川県共同募金会というところが連携して義援金を集めてて、今年の12月27日まで受け付けています。石川県のホームページにですね、振込先の口座情報があるんで、石川県の東京大阪事務所には募金箱も設置しております。あとは石川県のふるさと納税に寄付するのもいいと思いますね。これも寄付金の全額っていうのが被災地自治体に直接届けられて、復興支援活動のために充てられるということです。ワードとしてはふるさとチョイス災害支援というね、サイトから詳細確認できるんで、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はメディアでは報道されない被災地の裏側というテーマでお話しさせていただきました。僕は幸いね、出身が福岡っていうところで自然災害は少ないところなんで、大きな災害に見舞われたりとかしたことはないんですけど、実際に経験したことある人にしかわからない現状、話せないことたくさんあると思うんで、思い出すのがね少し辛いと思うんですけど、こんなことありました、こんなことに注意してくださいみたいな被災地でのエピソードなんかがある方はですね、ぜひコメントで残してください。いざという時の参考になると思います。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。危なかったですよ、ね。咳出そうでした。ちょっとこんな DM が来てたんですよね。タックさん、以前地震について取り上げていたと思うんですけど、東京は水害のリスクもえなりあると聞きました。取り上げお願いします。かなりじゃないですか、これ。えなりは和樹やから。冬はやっぱり高楽のラーメンだよな。お袋、ラーメンバリカタトッピング全抜きで。かなり抜きすぎ。ということなんですけど、真面目にしてください。はい、まあ今からちょうど1年前ぐらいに、南海トラフ地震に関しての発生する可能性であったりとか、じゃあもし発生したらどこまでの被害被害があると言われているのかっていうのを紹介したんですけど、で今日はですね、このリクエストでもいただいた東京沈没に関してちょっと話していこうと思うんですけど、怖いっすよねこの文字。日本一怖い4文字熟語じゃないですかこれ。他にもいっぱいあるか。まずずっと言われてるというか、大前提として、実は東京ってめちゃくちゃ水害に弱いよねって知ってますか。まあ、さらに近年は地震そして水害のリスクを両方兼ね備えてるということで、ある意味世界で一番危険な都市なんじゃないかとまで言われたりするんですよ。なんで首都にしたのって昔のお偉いさんに聞きたいですよね。これは
ちょっと最後話すんですけど、ここまで来るとむしろ首都嘘説ありますよね。こんな危険なとこになんで首都あんのって思いますよね。っていうのもですね、東京の地形そもそもの理由があると言われてて、結論から言いますと、東京の東側、具体的には江東区、墨田区、葛飾区、荒川区、大田区、江戸川区、ここが俗にですね低地と呼ばれてる地形なんですよ。この低地っていうのはちょっと言い換えると海抜ゼロメートル地帯のことでして、満潮になった時ですね、海よりも低い位置に来る場所のことを言います。この東京にはこの低地っていうのがすごい多いんです。この多い理由っていうのはいくつかあるんですけど、まず一つ目が、大昔そもそもこの東京の大部分っていうのは湿地だったと言われてるんですね。で、東京にですね京浜東北線っていうのが通ってるんですけど、今からおよそ1万年前までここには海岸線があったと言われてるんですよ。だから天気の子でもこんな描写ありますよね。もっと言うと、都心の半分まではいかないんですけど、半分弱くらいはもともと海だったんですよ。で、これが変わり始めたのが江戸時代ぐらいからでして、この頃から人口増加に伴って都市開発を行おうということで、どんどん埋め立て地を作っていって土地を広げていった結果今の形になってるんですね。さらに東京っていうのは湿地だったんで、昔は大量の地下水っていうのが東京の真下にあったんですよ。ただこれもですね、都市開発のために地下水をどんどん汲み上げて、結果ですね1985年、地下水の利用が禁止されるまでの間に東京は最大で 4.5 メートルほど地盤が沈下したんですよ。ちょうど僕2人分ぐらいなんです。つまりまとめると、東京の一部地域は首都を発展させるために半分無理やり作ったような土地ということになるんですね。じゃあここから本題でして、日本沈没みたいな感じで、東京が世界地図から消えちゃうとか、丸ごと水没する可能性はあるのかっていうところなんですけど、これも結論から言うとあります。しかもその可能性がですね、近年どんどん高くなっていってるんじゃないかと言われてるんですよ。東京が水没する可能性を示唆する3つぐらいシナリオに分かれるんですよ。アンダーテールかって話ですね。まず1つ目、津波。はい、やはり水害って聞いてまず最初に思い浮かぶのが、地震っていう話もしたんですけど、津波ですよ。基本的に津波っていうのは地震とワンセットと考えられてるんですけど、そこで過去にですね、この東京近辺で起きた地震とか関東大震災の時はどうだったのかって調べたんですけど、一部地域では高さが12メートルにも及ぶ津波が発生していたんですけど、じゃあ実際東京湾っていうのはどうだったか、ほとんど津波の影響を受けなかったと言われています。その理由っていうのが、まず東京湾ってこれ入り口がめちゃくちゃ狭いじゃないですか。さらには中で広がっているって形をしてるんで、長年の間東京は津波の被害が起きにくい地域だと考えられていました。しかも形だけ見ると津波のエネルギーを弱めるような地形をしてるそうで、大きいものが来ても東京にたどり着く頃には1メートルぐらいの津波しか来ないと言われてたんですよ。ただ実際のとこですね、例えば東日本大震災の時、この時実はですね1メートルを優に超える津波が東京湾を襲って、東京を囲んでいた防潮堤の高さの見直しってのが行われたんです。なので過去のこれぐらいの高さがあったら、ここは大丈夫だろうっていう読みがですね外れたんです。この予測を上回ってきたんです。これが以前出した南海トラフの地震でもお話ししたんですけど、これから30年以内にかなりの高確率で地震は起こると言われてるんですけど、じゃあそうなった時東京湾でどうなるのか、このデータから推定でいくと3メートルを超える津波が襲ってくるんじゃないかとも考えられています。この3メートルの津波の被害どんなものかというと、過去のデータから予測すると、住んでる方の 4% から 5% の人口が死亡すると考えられている。これを東京で考えると、また密集してるっていうのもあって、23区の0メートル地帯を中心に死者は15万9000人にも上ると考えられています。ただこの地震と水害に関しては以前もねお話ししたんですけど、ただこれが一つ目のシナリオです。二つ目のシナリオがですね、これが津波よりももっと可能性が高いと言われています。豪雨です。雨ですよね。なんか皆さん近年やたら豪雨って多いなって思いませんでした？雨が多いってよりは豪雨が多いなって感じませんか？最近で大きかったのは一昨年九州を襲った令和2年7月の豪雨ですよね。この時熊本では24時間で200ミリぐらい降るでしょうって言われてたんですけど、その予想を倍以上超えた500ミリの雨が降って67人の死者、行方不明者を出したんですね。この前にも2018年には224人の死者を出した西日本豪雨、その前年の2017年にも死者40人を出した九州北部豪雨に襲われました。ただこれ東京じゃないんですよ。これも後からお話します。ただ怖いのがこの気象庁のデータなんですけど、集中豪雨と呼ばれてる雨の発生頻度ですよね。1976年から2020年ぐらいまでの間に2倍近くの間隔で増えてるんです。特に2000年以降っていうのが著しく増加してるってことが分かってます。またですね、近年雨の降り方の特徴として、短期的にそして集中的に降るっていう雨だったのが何日間も長く続く、これまた豪雨へと性質が変化してるんですね。じゃあなんでこんなことが起きてるのかと言いますと、そう、地球温暖化です。温暖化でそんな影響あんのかって思うんですけど、これが温暖化の影響で、まず海から発生する水蒸気の量が年々増えてってるんですね。でその水蒸気が積乱雲になって、さらにその積乱雲が重なって線状降水帯っていうものができることが原因だと考えられています。かなり長期間雨がめちゃくちゃ降るってものなんです。じゃあこれがどんどん進行していって九州だけではなく東京でも起きて、この西日本豪雨クラスの大雨が東京を襲った場合、これ一番恐れられているのが川の氾濫ですね。これ海だけじゃないんですよ。特に注目すべきはさっきも言った東京の東側を流れている荒川でして、ここですね昔は結構氾濫繰り返してて、実際に1742年ですね、荒川の氾濫で浅草が約 2.1 メートル、亀戸が約 3.7 メートルほど水に浸かったと言われてるんですね。で国交省がですね荒川氾濫というドキュメンタリー映像を作ってるんですけど、この内容をざっくり紹介すると、3日間
間で500ミリの大雨が降って堤防が決壊した場合っていうのを想定してるんですけど、実際起きうる可能性あるんですよこの雨は。じゃあ決壊から1時間でどうなるのか。まず川沿い付近の地域は2メートルほど浸水します、さらには東京駅付近もですね、膝下くらいの高さまで浸水。そして決壊から6時間後、荒川区、足立区、板橋区、この3つのほとんどの地下鉄が浸水して、まるで下水道のような姿になる。で最終的には死者1000人から4000人、孤立してる方の数これが70万人、17路線97駅が水没、水が引くまでには最低2週間から1ヶ月かかり、最終的な経済の被害額は33兆円に上ると考えられています。いやいやいやと、またまたお兄さんと言いたいんですけど、もちろん対策もあります。それが台風が来るよっていう時の備えで、調整池と言って、水を流して貯めれる場所があるんですけど、これがちょっと名前上がったのが2019年の台風19号なんですけど、この時貯水できる量の 90% を超えてしまったってことがあったんですよ。この時ね、残り 10% のところで耐えたんですけど、この雨の傾向強くなってるの2020年以降って言いましたよね。この時よりも強い、それこそ西日本豪雨クラスの雨が襲ったら、東京の東側半分は完全に浸水してしまう可能性というのが十分にあり得るということなんです、ね、最後にもう一個、東京が沈没してしまうシナリオがありまして、それがさっきも言った地球温暖化による海面上昇です。海水の量が増えてるんですよね。そのスピードっていうのも結構深刻で、1990年代、この時は毎年 2.5 ミリずつぐらいしか海面上昇していなかったんで、このまま行くだろうと思われてたんですけど、今毎年どうなってるか、 3.4 ミリずつ上昇してます。30年でこの量なんですよ。しかも近年どんどん悪化してきてると言われています。この海面上昇のメカニズムについては、同じように温暖化の影響とか、北極南極グリーンランドの氷が溶けることっていうのが原因なんですけど、たまに海面は上がってないっていう人がいるんですよ。理由としては、コップの水に浮かんだ氷が溶けても別にコップの水位変わらないだろうっていうのを言うんです。確かにですね、それは北極なんですよ。北極は全部氷なんて、この原理間違ってないんです。南極とかグリーンランドっていうのが、そもそも陸の上に氷が乗ってるんですよ。つまりこれが溶けると間違いなく海面は上昇するということなんです。あともう一つですね、これと同時なんです、この海面が上昇するメカニズムとして、水が温まると膨張して体積が増えるっていうのがあって、そんな大したことないだろうと思われてたんですけど、この体積が増えた水っていうのは、まず行き場を求めてどんどん上に上がろうとするんですね。なので結果的に海面が上昇すると。これ2年前ですね、2021年、国際環境 NGO グリーンピース東アジアっていうところが発表した報告書で、2030年までに極端な海面上昇が起きた場合、東京は沿岸部の冠水によって 7.5 兆円の経済損失が生まれると言われています。また同時にアメリカの科学者集団クライメートセントラルというところの発表で、今よりたったの2度です、気温が上昇すると、東京湾岸や冒頭で紹介した墨田区とかの海抜0メートル地帯はほぼ冠水すると。さらにこれからもう2度気温が上昇したらどうなるのか、東京、埼玉の東側全域、そして千葉、神奈川の沿岸地域も冠水と考えられています。ここでいう冠水っていうのは、もうこれ一時的な浸水じゃないです、もう完全に海になってしまいますよってことですからね。はい、とここまで東京が水没する可能性のあるこの3つのシナリオを紹介したんですけど、もちろんですね、日本政府も水害対策っていうのはしてるんですけど、もう聞くと川とか広げるしかないですよね。埋めた分とりあえず広げないと間に合わないんじゃないって感じですよね。で実際ですね、この海面上昇とか気温の上昇を見てて、まだ余裕あると思われてたんですけど、想像よりもはるかに豪雨、そして海面上昇が早いんですよね。やはり相手は自然なんで、こちらの予測を上回ってくるって怖さはありますよね。なので前回と一緒ですけど、もしもの時の備えと、ご自身でね、ハザードマップを見て、この自分が住んでる場所が大丈夫なのかどうかっていうのを確認したりとか、万が一こうなったらどうしたらいいかっていうのはね、常に頭に入れて、何が起きてもいいように準備と備えをやっていただきたいということでございます。で最初に言った東京首都向いてない説言ったじゃないですか。これも実際ただ予測上回ってきて結果こうなってるっていう話で、もともと東京っていうのはさっきみたいに津波が入ってこないとか、さらに台風っていうのが動き的には絶対九州に来て四国、中国、近畿地方を通ってくるじゃないですか。だからここを通過する間にまず急速に衰えるから、もう雨も降らないよね、雪も降らないよねっていう風になってたのが、今こんな感じで変わりつつあるんですよ。なので東京首都とした時は、まさかここまで気温が上昇するというか、地球全体の温度が上がるなんてみんな想像してなかったっていう可能性はあるんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでちょっとゾッとするような、東京って大丈夫なんかなっていう話をしたんですけど、ここに対しての対策っていうのも早急に行われてるとは思うので、そんなねビクビクする必要はないと思うんですけど、地震と合わせてもね、絶対備えっていうのはしておいてくださいということでした。はい、というわけで今日は以上です。この動画に関して補足とかあれば、ぜひコメント欄に感想と一緒に書いてくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、リクエスト来てたじゃん。 DM にてタックさん、最近自然災害すごい多いと思うんですけど、動物ってその前兆を察知できるっていう風に聞きました。これ本当ですか？馬みたいな顔のタックさん調べてください。ヒヒヒヒン、ということで、後ろ蹴りですよ。はい、ただすごい面白いんで、今日はその自然災害と動物とか、そういった前兆について調べてきました。よくホラー映画とかでもカラスの大群が屋敷の周りぐるぐるして窓にぶち当たってくるとか結構あるんですけど、実際に動物っていうのは地震とかの
災害を事前に察知する、まあ、いわゆる予知能力があるのかっていう話になってくるんですけど、聞いたことあるもので有名なものでいくと、ナマズが暴れると地震が起きるとか聞いたことないですか。こういったものって実はですね、江戸時代頃から言われてて、ことわざとか迷信みたいなものではあるんですけど、まあすごい昔から動物の行動パターンっていうのは地震とかと関係してると、まあそういった考えそのものはあったんですよ。これ実際にですね、こういった災害が起きる前の動物の行動パターンの変化っていうのを研究してるグループがいますね。すごい入れてほしいんですけど、まあこの研究データによると、2014年に日本の農場で数十頭の乳牛、この牛さんが1日に出す牛乳の量っていうのを調査したんですよ。着眼点エグいな。っていうのも、なんで牛乳の量なのかっていうと、1日に1回必ず搾乳をするんで、まあ毎日することを行動観察することで変化が分かりやすいとしたんですね。なるほどと。でその結果、地震の3週間前にですね、この乳牛たちは平均産出乳量が減少したってことが分かったんですよ。ミルクが減ったんですね。さらにこの2年後、イタリアで農場とか乳牛とかヤギ、羊とか犬に加速度計っていうのを装着して、まあ、数ヶ月の行動を追跡したんですね。すると地震の5時間前、これらの動物の行動パターンが大幅に変化したっていうデータが取れたんですよ。さらにそれが震源地に近ければ近いほど、その行動の変化を早く現れたと。ただですよ、今ふわっと言った場所で思ったんですけど、最終的には地震との関連性というのが結びつかなかったんですよ。まあそうだったけど、なんでそうなるのかみたいな。研究チームもこれが起きたけど原因ははっきりとわからないとしています。まあ、他にも深海魚の出現とかが、大地震の予兆説っていうのを調べたチームいました。これもよくね SNS 上がってますよね。あのリュウグウノツカイとかダイオウイカとか、すごい珍しい深海魚が浅瀬に打ち上げられていると、まあ、地震の前触れなんじゃないかってやつですね。これもリュウグウノツカイを含めた深海魚8種類ぐらいピックアップして、昭和3年から平成23年の3月まで漂着、そして捕獲事例を調べて、それが336件であることを確認したんですよ。じゃあこの出現場所から半径 100km 範囲で1ヶ月以内ぐらいにマグニチュード 6.0 の地震が起きたかどうかっていうのを調べたんですよね。これ結構当たってそうだなと思ったんですけど、これ結果ですね、該当したのが2007年の中越沖地震の1件だけでした。意外と報告されてるように見えたんですけど、たった1件だったんですね。やっぱ偶然かなというとこなんですけど、なので過去にですね、こういった動物が地震を予知してるのかを研究するというデータはいくつもあったんですけど、確実にこういった行動が地震の前触れだったって言い切れる結果はまだ出てないんですよね。まあでもその可能性っていうのはゼロではなくて、やっぱ人間が感じていないだけで、動物が何かを感じ取ってる可能性っていうのは全然あるんですよ。例えば聴覚の違いとかね、過聴域、これ何回も言ってるんですけど、人間は最高でも2万ヘルツの音しか聞けないんですけど、まあ、それ以上の音っていうのは超音波なんですよ。ただ犬はですね、約5万ヘルツ、猫は6万ヘルツぐらいの音を聞くことができるんです。だから人間にとっては聞こえないこの超音波っていうのを犬とか猫は聞き取ってるんですね。こう何もないところを猫が見つめるっていうのは、まあ、そこから猫にしか聞こえない音が聞こえてるという可能性はありに。さらにこういった地震の前っていうのは磁場に変化が起きるってことが考えられていて、静電気っていうのが急激に増加するってことがあるみたいなんですよ。で人間でもこれを感じる人は頭痛がすぐ起きたりするそうなんですけど、犬とか猫っていうのはこれをはっきりと感じ取っていて騒ぎ出してるとも言われています。飼い猫が地震の前に狂ったようにね、意地を駆け回ったりとか、ドアを開けたら外に飛び出してったとか、で母猫が子猫を急いで引っ越しさせようとしたっていう話もあるんですね。実際にこういったものを経験した方、ペット飼ってる方ですごい多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ちょっと昔経験があるよって方はね、コメント欄お願いします。なのでそういう話もあってかわからないんですけど、中国とかではこういった地震予知のためにペットを飼う人が増えたっていうことがあったんですね。まあ、他にも動物でいくと、イルカとかクジラの集団座礁、あとはネズミが街からいなくなったと、あとはカラスが大群で空を飛ぶ、犬が遠吠えするとかね、いろいろあるんですよ。ただやっぱり実際動物の気持ちがわからない限りですね、まあ、なぜそういった行動をするのかっていう結論は出てないんですよね。今後科学の進歩で分かってくることもあると思います。ただこの地震予知に関してよく言われるのが空ですよね。まあ、こういった空にある雲にも現れるんじゃないかという話があります。過去にですね、阪神淡路大震災の1週間前に震源地の周辺では竜巻みたいな雲というのが確認されたんですね。まあ、よくこれを地震雲とか言うんですけど、昔から言いますよね。なぜ起こるのかというと、まあ、震源周辺から発生する電磁波っていうのが雲の生成に影響を与えてるんじゃないかと言われてて、この特徴っていうのが比較的高度がまず低いんですね。風に流されなくて長時間形を変えずに消えないというふうにされてて、いくつか形があるんですけど、まず竜巻型、さっきも言ったようなやつなんですけど、地面に対して垂直または斜めに伸びる竜巻のような雲、そして断層型、これは雲と空があるラインを境にくっきりと分かれてるような雲ですね。筋状、帯状、これは地面と平行に細長く伸びてる雲です。洗濯板状、鱗雲とも言いますかね、洗濯板の凸凹みたいに細長い雲が平行に並んでるものです。肋骨状、波紋状、これはもう広がる波紋みたいに遠心円状に複数の弧が並んでる雲ってやつで、まあ、肋骨みたいにも見えるそうです。そして放射状、これがある一点から広がるように放射線状に広がる雲ですね。あとはレンズ型とか UFO 型とか、すごい独特な雲の形がいっぱいあります。これをね総称して
まあ、地震雲と言われるんですけど、まあ、これがねよく大地震の前兆じゃないかって言われてるんですけど、ただこの地震雲については気象庁が公式ホームページにて見解発表してまして、こういった形の変わった雲と地震の発生っていうのは一定頻度で発生する全く関連のない2つの現象が見かけ上そのように結びつけられることがある程度のことであり、現時点で科学的な扱いはできないと発表してるんですね。なのでこういった雲っていうのは結構起きるから、たまたま地震の前に起きてたという風に結びつけられてる可能性があると、関係あるかもしれないけど科学的には説明できてませんということですね。でもこれ思ったのが、どうにかなんかその人間が生み出した何か科学的な力で予知できないのと思ったんですけど、いやあるじゃないですか、緊急地震速報ですよ。あの心臓に悪い音第5位ぐらいのやつですね、まあ、あれっていわゆる事前に教えてくれるから、まあ、予知してるとも言えるんじゃないのかと思ったんですけど、これはちょっと違いますね。この緊急地震速報の仕組みっていうのが、まあ、実際に地震が発生して初めて発表されるものなんですよね。で、まあ、仕組みとしては地震が起きた時に発生する初期微動の P 波と主要動の S 波っていう2つの波があるんですけど、まず揺れが弱くてスピードの速い P 波を、まあ、震源地近くの地震計で受信して、まあ、その震源の位置とか地震の規模とか、これにより想定される揺れの強さを自動で計算すると。で、揺れの強い S 波が僕たちの前に到着する前にテレビを通じて強い揺れの地域をお知らせするってものなんですね。なのでそこを受け取ってからこの地震の揺れが到達するまでに本当数秒とか何十秒しかないので、あと震源が近い場合だとですね、この速報と同時に地震の揺れが到達するってこともあって、現状予知と呼べるほど万能なものではないというんですね。まあ、すごい重要ですけどね。じゃあやっぱ気になる今後できる可能性はあるのかという話なんですけど、やっぱ気象庁によると正確な予知は厳しいっすと言われてます。ただこの2020年の初めにですね、ドイツとロシアの研究者が地球上にいる何千匹もの鳥とか哺乳類、昆虫の行動を追跡して位置情報、活動、現地の気象情報を国際宇宙ステーションのアンテナに定期的に発信させようというプロジェクトがあって、まあ、現在テスト段階なんですけど、これが運用されていくと地震とか火山活動とかそういった自然現象の予測に役立てられるんではないかという研究が行われてるんですね。なぜそんな行動するのかなんかどうでもいいと、この行動したら地震とか火山噴火が起きるよと分かるようにすればいいんじゃないかってものですね。これ僕もそう思ってました。なのでこの研究が進んでいくと動物の行動パターンと災害、まあ、こういった関連性もいくつか見えてくるのかもしれませんということです。まだ始まったばっかりなんでまだ分かってません。いやこれは期待できますよね。ただもうそうなった研究の末に予測できたとしてもですよ、まあ、10年ぐらいかかる可能性もあるかもしれないし、まだ先のいつかの話なんで、やはり僕らが現状できることとしては被害を最小限に抑えるために対策とか防災ですよね、どういった行動をすればいいのかっていうのを事前に知っておくことの方が大事なんですよね。で、まあこれに関しては概要欄にですね、地震対策に関してすごい話をしてるんで、そちらを見ていただきたいんですけど、ちょっとこれ面白いなと思ったやつがあって、それがですね、アメリカンレスキューチームインターナショナルっていうところがあるんですけど、ここの隊長のダグラス・コップ氏って方がいるんですよ。いわゆるレスキューのプロ中のプロなんですけど、このコップ氏によるとですね、地震の際に最も安全な場所は三角に開く隙間だそうなんですよ。これがですね、すべて大きな被災地の現場で生存者を発見したのがこの三角形の空間だったそうなんですよ。まあ、これは倒壊して偶然三角形になるってこともあるかもしれないんですけど、家の中にもその三角形の場所ってありますよね。ちょっとここ意識してみてください。まあ、ですがやっぱり結論として確実な予測はできないんで、起こるものと考えて対策しておいた方がいいです。これは現象なんですけど、地震発生前の前兆現象として震源断層域の一部で発生して、まあ、ちょっとずつ滑り始める現象っていうのがあるんですよ。まあ、スロースリップが始まったぞってやつですね。で、これに関しても確実に発生するとは限らないんですけど、もしこのスロースリップが始まったら気象庁は内閣総理大臣に報告して、総理は閣議にかけて警戒宣言を発するということになってるんですね。怖いですね。これが過去に2009年ですね、イタリアで起きた地震で死者が300人以上になったんですけど、このスリップの情報から研究者が近々でっかい地震が来るっていう風に警告したんですよ。で、これが結構大騒ぎになったんですけど、この時この混乱を収めるためにイタリア政府が大地震発生の可能性は低いですよっていう情報を出したんですけど、その6日後に地震が来たんですね。それでも確実なものではないんで、確率でしかものは言えないんですけど、この日本におけるマグニチュード8から9クラスの地震、この30年以内の発生確率っていうのが大体 70% から 80% って言われてます。動物と雲とかに頼らずにね、対策をするっていうのが一番だということでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。地震と動物とか予知に関してのお話をしました。ぜひですね、皆さんがと不思議な体験とかスピリチュアルなものでもいいんで、コメント欄書いていただければと思います。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の徳さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。先ほどですがこんな DM でした。タックさん、こんばんは。さっし、東北の地震から13年の時間が経ちましたが、今福島の帰宅困難区域はどうなってるのでしょうか。調べてみてください。また福島の帰宅困難区域のように今でも立ち入り禁止区域となってる場所はあるのでしょうか。よろしくお願いします、ということで、こちらリクエストありがとうございます。この帰宅困難区域っていうね、言葉なんですけど、これはですね、2011年3月に発生した震災により福島第一原発事故というのが起きてね、この影響で放射性物質が
が漏れ出す可能性があった影響で、政府が立ち入りを原則として制限もしくは禁止した区域のことを指します。もうちょっと詳しく解説すると、まず3月11日東日本大震災による発生した津波の影響で、福島第一原発の原子炉を冷やす機械というのが停止しましたね。原子炉から放射性物質というのが漏れ出す可能性があって、政府は原子力緊急事態宣言というのを発令しました。直ちに近隣住民の避難指示が出たんですね。翌年の4月には正式に福島原発から半径 20km 圏内の地域を警戒区域、さらに原発から30キロ以上離れた飯舘村などの地域を計画的避難区域に設定して避難指示が出ました。その後これらの区域はですね、早期の避難解除を目指す避難指示解除準備区域、避難を継続しながら段階的に解除を進める居住制限区域、そして放射線量が高く将来にわたり居住を制限する帰還困難区域というね、この3つの区域に大変されました。これらの区域は県内12市町村に広がって福島県の面積のおよそ 12% を占めました。避難者はピーク時で約16万5000人にも上ったと言われています。ただその後政府は事故前に比較的人口が多かった6町村を特定復興再生拠点区域に認定して、優先して除染とかインフラ整備を進めることで、去年の11月事故発生から12年という長い月日を経て、ようやくこれらの地域で避難指示を全て解除することで成功したんですね。ただこの特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されたといってもですね、これ実は当初設定されていた帰宅困難区域のたった 8% 程度だと言われています。残りの 92% 7市町村の約309平方キロメートルに及ぶ土地っていうのは未だに人が住むことができないということなんですね。今年の1月時点で県内もしくは県外で避難生活を送ってるのは2万6000人以上にも上ると考えられています。事故から約13年が経った今でも未だに帰れない人がいるっていうのはね、衝撃ですよね。現在まだ避難指示が解除されていない残りの区域は今後どういった見通しなのかってところはね、また後ほど解説するんですけど、最近こういった地域で無断で入って動画上げてるものが話題になってましたよね。なんかパチンコ屋かなんかでね、当時のままというかね、そのままの状況で残ってるんですよね。それが X にて TikTok に福島原発の帰宅困難地域に立ち入ってる外国人に聞いてえぐいっていうコメントとともにですね、防護服を着た人物が小学校を徘徊したりとか、パチンコ台の前に座ったりしている写真とか動画が上げられてて、これが結構炎上してたんですけど、そらそうやろって感じで。ただ投稿主によると、この場所すでに避難指示は解除されてて帰宅困難区域とはないそうです。誤解させてすいませんみたいなポストあったんですけど、いやこれ普通に不法侵入ですからね、許可取ってないもんな。他にもね、無人の民家に侵入して宝飾品が残されてる様子を投稿してる TikToker なんかもいたりして、ちょっと無法地帯になってるんですね。普通に入っちゃいけませんと言われてる前に、それ人の所有物だからな。これこういった地域が今具体的にどういう状況なのか、これについてちょっと調べてきました。3年後から被災地での復興活動を始めたある方が書いた記事を見つけたんですけど、その方曰くですね、被災地に初めて来た時からずっと驚かされてるのが、やっぱり野生動物の多さということで、例えば街中にイノシシがいたりとか、野生のキツネとかタヌキもいて、あと春になるとキジなんかも道路にいたりするそうです。また調べてみるとですね、避難時に家に置き去りにされたペットとか家畜が野生化してるのも目立つそうで、人が近づくと餌を求めて鳴く鶏がいたりとか、牛舎に行くと鎖に繋がれたまま牛が野生放送って亡くなっていたり、あとは飼われていた猫に関して野生化した繁殖を繰り返して増えていって、今年の3月までにですね、3000匹以上が保護団体による保護されていることが分かっています。中にはこの13年間で野生動物が増えたりとか、建物が解体されたりで、あまりにも変わり果ててて、もはや人が住んでいた気配すら残ってない場所もあると言われています。人が13年いなくなるだけでこれだけ街が野生に帰るってすごいことですね。あとはこれは能登半島地震の動画でもお話ししたんですけど、避難地区での犯罪もかなり目立ってて、例えば去年の10月、もともと帰宅困難地区だった福島県大熊町にある除染工事現場から鉄くずを盗んだっつって、建設作業員の男4人が窃盗容疑で逮捕されるという事件あったりとか、他にもこの大熊町では3月に小学校に侵入して校舎に残されていた児童の服とかカバンとかを盗んだ疑いで30代のアルバイト従業員の男が逮捕されました。このように避難指示が出された地域での窃盗被害というのは未だに後を絶えないと言われています。実際にですね、原発事故が起きた2011年に避難指示地区で発生した刑事事件1133件のうち1026件が窃盗事件ということも分かっています。2022年のデータでは事故当時より犯罪数というのはぐっと減って、刑事事件の認知件数が153件、うち窃盗事件が114件と大幅に減ってはいるんですけど、それでも未だに年間100件以上の窃盗被害というのは発覚してます。一件できただけでこの数なんで、本当はまだまだ多いと思います。はい、と、まあ、この福島原発の避難区域に関してをざっと話したんですけど、じゃあこっからですね、この区域はいつまた人が住めるようになるのかというところなんですけど、冒頭でもお話ししたより、今現状としては去年の11月までにこの特定復興再生拠点区域っていうのは全て避難指示が解除されたんですけど、今なお7市町村の一部約6000人の住民登録があった場所が帰宅困難区域に設定されてます。で、政府によるとこうした帰宅困難区域への帰還を希望する人に関しては優先して自宅周辺を除染して2029年まで帰還を実現させるという方針です。ただまあ望まない人の自宅に関しては、まあ、除染はできないということで、高濃度の汚染がまたさらに残る可能性があると考えられています。全ての区域での完全に避難指示が解除される見通しに関しては、現状どれぐらいの年数がかかるかという予測すらほとんど見えていないと言われています。なので多分
ですけど、一部希望した方だけ帰れて、まばらに散った放射能濃度が高い場所はバリケードで囲むみたいな、そういった状況になるのかなと予想されてますね。はい、と現在のね、まあ、立ち入り禁止区域というかね、帰宅困難区域の解説をしていったんですけど、他にも過去に立ち入り禁止区域になったね世界の場所を紹介していこうかなと思うんですけど、大体がねこの現場事故多かったりします。まず一つ目が有名なチェルノブイリ立ち入り禁止区域ですね。こちら1986年7月に発生したチェルノブイリ原子力発電所の事故によって立ち入り禁止されているロシア、ウクライナ、ベラルーシの3国にわたる半径 30km 圏内の区域です。事故によりこの区域から住民13万5000人をすぐさま強制疎開させて、その後合計で30万人が避難したと言われています。事故発生当初から300年は人が住めないと言われてたんですけど、その通り事故から40年近く経とうとする今でも立ち入り禁止区域です。旧原発というのは現在巨大なコンクリートの石棺に覆われています。じゃあ原発付近の地域はどうなってるかというと、例えば原発の西側にある赤い森、ここは被爆した地域の中でも最も放射能汚染のレベルが高かった場所の一つで、今でも針葉樹林が赤く変色して死滅しているような状況だといいます。で、森が汚染されると生態系の影響もあって、この赤い森ではツバメの突然変異種が大量に出現したりとか、多くの動植物に遺伝子の損傷が見られるそうです。また初期の調査では鳥類とか昆虫の生態数っていうのが大きく減少してて、ただ事故発生から10年ぐらい経過してからは逆に生態数が増えているらしいですね。で、事故から30年ぐらいの年月を経て、オオカミ、タヌキ、イノシシ、キツネの個体数は人間の脅威が存在しない地域とほぼ変わらないくらいの状況まで回復したと言われています。もともと住んでいた場所が福島の帰宅困難区域と同じようにですね、動物の楽園と化しているそうです。2つ目がウィトヌームというところ、ここは西オーストラリア州にあるんですけど、南半球で最も広範囲が汚染された場所とも推測されてて、もともと第二次世界大戦中のプロシドライト鉱山っていうところ、ブルーアスベストの採掘を行ってたんですよ。当時鉱山の労働者たちがアスベストの粉塵を吸い込んだりとか、作業服についたまま街に戻って、1940年代頃から政府が肺疾患とかの危険性を警告したんですね。ただその後も採掘は続いて、1978年頃から政府の指示により5万ヘクタールにもなるこの広大な街の段階的な閉鎖を開始しました。この時住民に対して自宅を政府が買い取ってこの地区から退去するように勧告がなされて、1993年には空港とか全ての公共施設が封鎖、その後数十年にわたって行政から放置状態、最終的に2007年にはウィトヌームの街の名前は公式の地図から完全に消えました。この時鉱山の労働者2万人中2000人近くがアスベストの影響で死亡したと言われています。ただ地学者によるとですね、もう安全なレベルまで減ってるとも言われてますね。で、最後がタイムズビーチですね。これはアメリカのミズーリ州というところにある小さな町で、もともと1970年頃には世界恐慌とか第二次世界大戦で影響を受けた低所得者向けコミュニティが作られてて、1960年代後半頃このタイムズビーチでは屋台や舗装されてない道路から舞うホコリっていうのが大きな問題になってて、最初は水をかけてホコリを抑えようとしたんですけど、水がすぐ蒸発して効果なかったんですよ。水の代わりに油を使うとホコリを防げるよねっつって街中に油撒いたんですけど、1970年油を撒いてた業者が廃油を使ったんですよ。で、しかもその廃油がベトナム戦争で使われた枯葉剤の一種オレンジ剤の製造に使われていた消毒剤工場から出たもので、ダイオキシンをめちゃくちゃ含んでいました。で、その油を街中に噴射したらどうなったか、体調不良を訴える人が続出したりとか、馬がダイオキシン中毒で大量に死ぬっていうケースが見られて、1982年近くの川が氾濫した時にですね、政府が水質調べたら安全地の100倍以上のダイオキシンが検出、結果大統領が機動部隊を特別に編成して住民全員に避難命令を出して、タイムズビーチは事実上人が住めない土地となってしまったんですね。現在町のほとんどが取り壊されたんですけど、タイムズビーチがあった土地っていうのは州立公園になってるということです。はい、と今日は世界の立ち入り禁止区域についてお話ししたんですけど、一度の事故でこれぐらい住めなくなるっていうのはね、聞いてびっくりしますよね。まあ、とはいえですね、まだまだ避難を余儀なくされているっていう人がいて、元の生活に戻りたいと思ってる人はいると思うんですよね。その戻れなかったとしてもね、新しい土地もしくは戻ってきた故郷福島の土地で健康で前向きな生活が送れるということを心より願っております。ということで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。自己防災、どうも自己防災おじさんです。お願いします。重たい。エマージェンシー、はい、取り出していきます。熱い熱い熱い、完全に終わってないからですか。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、以前ニュース速報の方で言っておりました、君たち災害に備えてるかー系の動画ですね。っていうのも今回ツイッターの方でアンケートを取りました。回答してくださった方ありがとうございます。災害の備蓄してますかっていうやつですね。でこちら2日間で8000人ぐらいの方が回答してくださったんですけど、結果はこちら、7割以上の人がしてないという結果になりました。あかーい。まあ、そのしてない意見としてはですね、してたんですけどなくなったっていう人とか、実際何をどうしておいたらいいかわからないとか、あとまあその時はその時じゃないかといった意見が目立った印象でした。でやはりこの備蓄をしてないっていうところでいくとね、避難所等に行けば布団とか食事とか水の配膳はあって、まあ大丈夫なんじゃないかと、なんとかなるんじゃないかと思ってしまってるんですね。ただそれは間違いです。まあ後にも言うんですけど、実際東日本大震災から約1ヶ月後ですね、宮城県の気仙沼市の全避難所における食事調査が行われました。で69の避難所のうちですね、約 80% で食料が不足していたということが判明してま
そして今回ずっと起きてる地震なんですけど、最近この地震というのは実際すごく多いです。まず今月に入ってからも震度4以上の地震というのは11回観測、16日もですね鹿児島県のトカラ列島で震度3以上の揺れを観測するとか、今月だけで震度4以上は11回、震度3以上は29回も発生してます。気象庁の専門家、規模がさらに大きい地震が起これば津波で被害が出る恐れがあるとコメントしています。さらにここの規模の大きい地震というところで、それを予測している専門家もいて、地震学者の東京大学笠原名誉教授ですね、各地の地震に関連があり、思っても見ないところでも大きな地震が起こる可能性があるとコメントしています。さらに火山学地球科学科の京都大学鎌田名誉教授、講義において今後20年以内に南海トラフ巨大地震、首都直下地震がいつ起きてもおかしくない状況であると話しています。この首都直下に関しては僕もいつ起きてもおかしくないと思うというふうに言ってるんですけど、まあ、この東京の下にはですねおよそ19個の活断層地域とその他にも隠れた断層があって、そのいずれかが動くと起きてしまうと言われています。さらに東日本大震災の影響でそのリスクっていうのは年々高まってると言われています。ただ、まあ、建物自体は耐震性能の高いものが多いんで、そこは安心ではあるんですけど、建物が大丈夫だからといって家の中の家具を固定してなくて下敷きになってしまわないようにですね、それも対策しないといけないことなんですけど、じゃあその生き残った後ですよね、まあ怪我もなかったと大丈夫でしたってなったんですけど、大事なのは備蓄です。この備蓄をしないといけない理由としては、災害が発生して終わりではないんですよね。災害発生からライフラインが復旧するまで1週間以上かかるケースっていうのは多いです。実際支援物資が3日以上届かない、物流の停止によってスーパーコンビニなどで食品が手に入らないということが予想されます。実際東日本大震災、停電は466万、断水は257万、ガスは200万停止、復旧までにはそれぞれ3ヶ月6ヶ月2ヶ月がかかりました。また熊本地震ではですね48万が停電、約5日間ですね。さらに同じぐらいの数で約3ヶ月半断水しました。さらにガスは復旧までに15日間かかってます。このようにですね大きい地震が来ると供給が大幅に止まるということが十分に予測されるんですよ。なので皆さん大前提として、断水してるのに避難所は水通ってるわけありません、避難所も断水してます。なので避難所に必ず食料があるとは限らないということは心に留めておく必要があってですね、最低でも家族の人数かける3日から1週間分の備蓄があればいいとされています。ちなみにあとはこの3つのライフラインの中であれば電気が一番早く復旧すると言われています。内閣府による首都直下型地震などの被害想定によれば、復旧日数は電気で6日、水道30日、ガス55日となってます。なのでまあ余裕があればいいんですけど、電気ポットとか IH 対応の調理器具も電気があれば使えるものっていうのを優先的に用意しておくこともおすすめです。プラスね、この備蓄イコール災害、地震と関連付けがちなんですけど、もし戦争が起きたら、もし火災が起きたら、もし何か山が噴火したらとか、あらゆる被害の際に備蓄があることっていうのは大事なんですよね。さらに実際大規模な災害が起こった時ですね、例えば家が倒壊するレベルだったりとか、隣の家が火災起きましたとかね、そうなるとすぐ逃げなきゃいけないんですよ。そうなったら食料はどっかにあるんですけど、もちろん床下の備蓄も大事なんですけど、何か大規模な何かがあった時の外に出る避難用のバッグっていうのもそれ以上に必要じゃないかなと僕は思うんですね。なので今回ちょっとネットで避難バッグ、これ玄関に置いとくんですよ。で逃げないといけないってなった時にそのバッグさえ持っていけばいいと、まあそういったものを買いました。ただ実際これねやっぱ大きさも限られてくるし、利便性としてはどうなのかというところ、これも気になるんで、まあ、ちょっとね全部食べ物も開封して見てみようと思います。っていうのも僕もこの移動式のは持ってなかったんですよ。だから今回開ける用と本当に使う用で2つ買ってます。どうぞ。自己防災、どうも自己防災おじさんです。お願いします。自己防衛おじさんなら自己防災おじさんとしてやっていこうかなと思うんですけど、ということで、まあ、実際なんですけど、商品紹介と一概に言いましても僕もまだ中身見てないんですよね。っていうのが、先ほども言いました、まあ、自己防災、まあ、備蓄してますかっていうことで、いざ家から逃げないといけないとなること結構多いと思うんですよね。そうなった時にですよ、持ち出せる避難用のバッグなんかがある方が僕は結構いいんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、事前にこういう棚であったりとか、まあ、震災に備えて固定しとかないといけないとこってもたくさんあると思うんですけど、身を守れた後ですよね、その後避難所に行ったりとか、そんな時にね食料がないと困るので、そういった時用の避難用のバッグあればいいんじゃないかと思いまして今回買いました。これがね重たい、エマージェンシー、はい、でこれで確かね重さがね確か5キロで、これを今回紹介する用と本当自分用で買ったんで、これ10キロぐらい届きましたね、はい、だから今回これも全部開けていこうと思います。で実際利便性っていうのはどうなのか、でもそこちょっと見ていこうかなと思いますね。ついでにね寝袋も買ったんですよ。であとちょっと視聴者の方からその必要なものでハザードマップみたいなの持っといた方がいいですよ。っていうのも例えばですけど、スマホを持っていけなかったとか、あとスマホの充電が切れちゃったとかなった時用にちゃんと知り合いの電話番号とかね、その自分の家族の電話番号とか控えてる紙プラスその裏にはマップがあって、そこ近づいてはいけないみたいなね、そういうのがあるといいですよ。あ、確かになと思いましたね。これもやってた感じます。プラス例えばですけど、じゃあもうこれも手放さないといけないと、もうなんか持てないとか怪我してるとか、ここのこの人連絡してくるとかね、なんか置き手紙するようなやつですよね。これどこどこ誰々です、元気ですってやっといてくださいみたいな、そういう通信手段が失われた時の何かそういうのは残しておいた方がいいということで、それ確かになと思いました。値段が2万円ぐらいすごい高いじゃないですか。でもパッと見さ、プレステーション5に見えなくもなくないこれちょっと開けていきたいと思います。何が入ってるんでしょうね。まあ、説明では30個セットで入ってますよ
るって書いてありました。30もある？持ってくもだから思いつかないものまで入れてくれてる可能性ありますよね。ああ確かになって思いつかなかったわ。あ多分これ防火です。昔僕消防士やってたんですけど、その時に着てたあれと一緒の材質してます。嘘です、すみません適当なこと言いました、はい、防火かもしれません。ちょっと多分書いてある中にね、説明で。あーはーなるほどね。あのこちらの方で一個一個紹介しますね。まずこちら軍手ね、これね滑り止め付きの軍手、これ絶対いるね。確かに忘れがちですけどね。あーこれゆったりですね。結構僕手大きいんですけど全然ゆったりいけますね。これあの普段だとね軍手使う機会なんかないですけど、まあ、この滑り止め付いてるだけでこう全然女性の方でも持ち上げられなかったものが持ち上げられるようになったりするんで、これ大事です。これ手怪我さないためのこれ必要ですね。これはもしかしたら2個買わなくてよかった説もありますね。これ紹介した後も全然使える可能性もありますから、まず1個です。次はい、おっ何これ、モーリアンヒートパック加熱袋。ほうこれはなんだ。なるほど、加熱袋のチャックを開いて中に手を入れ底の部分を広げて加熱袋が立つことを確認してください。あーレトルト食品とか入れて火も電気も使わずに物を温めることができるってやつですねこれ。あーなるほどね、日本特許登録、おー特許登録されてるんですよこれ。発熱剤がどっかあるはずですね。これ探しましょうか。発熱剤一発で見つけました。発熱剤はいこれ。あでもこれちゃんとしたとこ作ってますねこれ。株式会社共同埼玉県、埼玉県ですね、まあ、これを入れて、水を注ぐと、まあ、これ開けてねこれ注いだら沸騰するぐらい熱くなるってこと。これ約15分から20分で食材温まります。これやるか、本当に温まるのかどうかとか見たいしね、まあ、ちょっとこれ後でそのものが出てき次第やります。温めるものが出てきたらやりますね。これいいですね、電気ガス水道使わない。あ水道は使いますね、ただ水道は大丈夫です皆さん。なぜかと言いますと、もちろん水入ってます。保存水1本目、2本目、まだ入ってます。3本目、すごいよこれ。4本目、おお入ってるね。4本、おお結構入ってますねこれ。あ香水です。大事なのは賞味期限ですよね、消費期限というか。だいたい5年ぐらいだった気がするんですよねこれ。あこれありました、ありました。おおこの水持ちますね。2029年まで持ちます。だいたい5、6年ですよ。飲む？いやなんかそうもったいない気がしますね水は。あと香水か、僕軟水しか体に合わない人とかたまにいますよね。香水飲むと胃が痛くなっちゃってみたいな。もう僕どっちでも飲めるんですよ、香水でも軟水でも。まあ水ときたら食料行きましょうか。じゃあまずこちら、はいこれはもうおなじみの缶パンですね。パンでございます。このパン缶詰式になってるんですけど、缶切れがいらないタイプですね。いいですね。2028年まで持ちます。これも5年、これ食べてみましょうかこれはね。うんパン、そんなパンなことある？今焼き終わったみたいなパンしたのこれ。カロリー結構ありますねこれ。あ、これ 100g ですね。100g で330キロカロリーあります。炭水化物が46、タンパク質 6.5、 脂質が 14g。 結構十分な非常食ですねこれ。ちょっといただきます。うまい、え美味しいな。いや別にここがうまいまずいは全然忖度しないですよさすがに。ちょっとごめんなさい、これ言い訳じゃないですけど、さっき撮影で二郎系ラーメン食べてきまして、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、お腹いっぱいなんですけど、これめっちゃ美味しい。ちょっと食べてみん。うまい、ね、うまいっすね。俺口の中の水分の持っていかれ方えぐいわ。喉乾いたってなっちゃうかも。おこれパン2個目なんですけど、コクと嬉しい、味が違うのちょっと嬉しくない。さすが2万2000円ですね。1万5000円だったらこの味一緒でしたよこれ。電子レンジで温めるとすごい美味しくなります、書いてますね。おでもいいこと書いてありますね。電気が使えないような環境の場合、缶のまま太陽光に30分ほど当てると美味しく召し上がりますと。いやでもこれ5年持つっていうのがやっぱすごいっすねこれ。じゃあ次行きましょうか。パン3つも入ってんの。オレンジピール入り、あーオレンジが入ってると。これね1日1食まあほんとこれで我慢しないといけないってなった時はもうするしかないですから。あでも十分ですよこれ、なんか僕は十分な気がする。これねそうなのよね、例えばこうカバン持って避難所行った時に家族がいて、水ないんです私たちとか、食料ないんですってなった時ですよ。そうなった時にどうしたらいいんでしょうね。もうこれだって2つ言うて3つあるわけじゃないですか。もうその子たちにあげる、そうならないためにも備蓄してしてませんの7割の人は絶対備えておいた方がいいんですよこれ。自分だけがじゃなくて、結局本当にヤバいってなったら絶対避難所行かないといけないじゃないですか。いやいいよいいよって、もうだって周りですごいことなってんのに、みんな避難所行ってんのに自分だけ、いや僕備蓄してなかったから避難所行けないわとか言うてる場合じゃないんで、結局行くことになるんですよどっちにしても。で行った時にそのなんかうわって用意してなかったってなる前にしといた方がいいですよこれは。生き残るっていうのもあるけど、やっぱだって俺絶対分けないといけなくなったら分けるもん、無理やもん。備蓄してなかった家族を横目にさ、あーこれちょっとどっち行こうかなとかよう決めれない。黒糖かなオレンジピールかなとか言ってられないですからね。そのためにも備蓄しましょうね。食料はこんなもんですかね。一応ねちょっとリストみたいなのあるな。あなるほどね、これは一応地震対策になってるわけですね。あこれあるやんちゃんと緊急連絡先のシート。
大事大事。でこっちにも災害で用の伝言ダイヤル入ってあります。ここにだから携帯が見れなくなった時ですね、スマホとか使えないってなった時のためですね。じゃあ次、じゃあスーパーロングウェットボディタオル。ほう、これも特許取得してるらしいですよ。精製水で作られてます。植物性の消臭剤が入ってるタオルですね。これちょうど風呂入ってなかったんでちょうどいいですよ。はい、おお、おお、ほうほうほう、これでもう全部体拭けますよっていうことですね。はい、生地はね、このクイックルワイパーぐらいよりちょっと分厚いぐらいですかね。あ、匂い、無味、あ、無味というか無臭です。あ、気持ちいい。あ、これはあった方がいいね。でもさ、これを横目にさ、家族がさ、ちょっとそれここ半分だけでも分けていただけませんかってなったら、あ、いやもう使ってくださいこれってなるよね。だからそうならないためにも備蓄はしましょうってことですよ。これは絶対あった方がいい。なんなら普通に欲しくなったもん。これいくらぐらいするんだよね、単品で。普通に欲しい。これライブとかでも全然使えるわ。これ災害の非常時としても使えるし、これシンプルにいいね。まあでもこれは正直二の次ではあるよね。ただ傷口とかですよ、もしなんか怪我したとかそういった時にも使えますんで、これはいいですね。いい、今日はもうこれでいいや。次きます。次こちら、あ、これレインコートですね。はい、レインコートいいですね。レインコートね、レインコートも一応開けますか。サイズフリー、ここなのよ。サイズフリーと言いながらよ、あまりにもゴミ袋ですねこれ。あまりにも、ただまあ雨がしのげれば正直いいですから。いや無理やろこれじゃ、まあ、ちょっと薄すぎる。まあ正直避難所行った時のこと考えたらどれだけ薄くて雨しのげるかみたいなとこあるかもしれないですね。ここ分厚くて傘取ってて重くなってたら意味がないしね。これぐらい薄い方がいいのかもしれない。こうやって持ち出して逃げる時って本当に緊急の緊急なんで。続きまして、ちょっと大きいのここは、こちらソーラー多機能ラジオライト5000。はい、これは電池で動くタイプですかね。ソーラーって書いてある。はい、こちらですね、ラジオですね。 AM FM ラジオ聞けますよ。あとライトつけます。懐中電灯もなる。で3色切り替え読書灯で、バッテリーが入ってて、スマートフォン、タブレットの充電ができます。充電ケーブルは別ですよ。ソーラーパネルで充電できます。手回しでも充電できます。タイプ C いけます。あ、乾電池もいけますね。単4電池3本でいけます。これ防水機能もなってるんや。でイヤホンもさせる。でサイレン、SOS ライトで、これは有限会社防災防犯ダイレクトさんがやってますね。すっごいちゃんとしてらっしゃいます。こちらですね、防水、防水っぽいですね、なんか。はい、電池あるんですよ。電池、使ってみようと。あ、まず手回しでいった方が良さそうですね。この回せるんですけど、ない。ちょっと待って。びっくりした。あ、ここでやったら。あ、いいっすね、これ。あ、まあ、防犯にもなるのか。あ、サイレントラジオ、ここで、下のここのボタンで切り替えられますね。で、ラジオを受けると。まあ、天気も不安定になっておりますので、これから移動する方はですね、めっちゃ広いわ。さまざまな場所滑りやすくなっておりますので。まだ乾電池使ってないですからね、これ。ソーラーと内蔵方でやってますから、これは絶対いります。あ、でバッテリーの残量がこの多分ライトで見れるんですね。はあ、これは優れものですね。ライトは、おお、明るいね。内蔵でここまで。どうする？これ置いてたらさ、いやいや本当に横目にさ、スマホの充電が切れてて貸してくださいって、貸すしかないやん、もう。そうなったら多分ね、充電はそんな早くないはずなんですよ。まあ充電できるかちょっと試しますか。今の充電が 77%、 どれぐらいで増えるのかっていうのもちょっと見ときたいですね。こういうのあんまね期待できないんですよ普通は。タイプ C ですねこれ。あ、こういう子あるある、ライトニングあるよ。あ、ここ C カラーライトニングみたいな。 C カラーライトニングいきまーす。あ、なんかバッテリーの残量みたいなのが赤になってますね、これ。ライトがこうなったら回すしかないのかな、これ。回してみっか、これ。さあ、これで。腹と喉が乾いただけですね、ほら。 USB ポートから。あー、なるほど、 C タイプからはダメだってことか。あー、 USB タイプからのってこと、USB、これでいければ。あ、いけた。 USB からしかいけないっていうね、これちょっと皆さん覚えておいた方がいいですね。まあ、ちょっと充電して置いておきますわ。ちょっと時間経って見た時どれぐらい回復してるか。 77% からでしたね。じゃあその間に次行きましょう。こちらファーストエイドキット、これはあれですね、多分中に何か、なんか入ってそうですけど、見てみましょう。入ってる。トライアングルアイル、あ、ギプスですね、これ。腕を固定するやつ、もし骨折した時ですね。 PDT バンドエイジ、これはあれですね、包帯ですね、本当に。次、あー、これ何でしたっけ、これチートのやつでしたっけ、これって。止血用の、あ、綿棒いいですね、綿棒。あ、ハサミ入ってる、ハサミ。
が、あ、これね、こう掴んで、こうハサミ掴んで切って切ってっつって、こう下切って切ってっつって、いやいや、そこ触んないとって、結局、じゃあこれもう一個ある、これ横目に見てくんのよ、前奏のピンセット借りてもいいですかって。次、これ、あ、テープ、これガーゼ止めるテープですね、これね。おお、ガーゼですね、これも。いいですね、絆創膏が10枚入ってます。10枚いいですね。アルコールですね、これ消毒のやつですね。これも10枚入ってますね。これ、まあ、なんか意識ない人とかにこう、いけるのかな、これ多分。 QR フェードクリティフィカス。あ、なんか安全ピンがこんだけ入ってますね。うわ、これ何に使うんだろう、これ。指切った時とかな、本当にスパッて切った時に縫合しないといけない時に縫合できるセットないから、とりあえず。そんなわけないか。いや、ここ穴開いてるからこれやん。いや、でも この人にこうつけるって、これ。そんな急に、そんなわけないよね。あと災害時期ね、家から避難しないといけないって、普通に大怪我してる可能性もありますからね。骨折とか全然可能性ありますから、そんな時にこう消毒できるものさえあればね、破傷風を防げたりとか、まあ、できますから、これはしっかり持っておきましょう。これはね、災害時だけではなく使えるかもしれません。これどっかに旅行行く時とかに1個あるだけで、だいぶ全然違うと思いますよ。次行きましょう。じゃあ、あ、常備用カイロいいですね。これも5年保存効くやつが2つ入ってます。冬とかにいいですね。ST さんです、これは。次。お、非常用のホイッスルです。これも大事ですね、助け呼ぶときに。これがあってローズは助かりましたからね。あれ、あ、タイタニックの話ですよ。これめっちゃ大きいんですよ、音。ローズっぽく吹きますね。あ、これあんま良くないな。やめとこう、やめときます、すいません。普通の笛の 2,3 倍大きいですね。お、外せるんだ。しかも外した先になんか紙入ってます。ID ですわ。これ自分の名前とか緊急連絡先とか書けるんですよ。こういうのが結局大事っすよね。なんか笛は吹けるけどもう喋れないとか、逆にもう投げてもいいってことですよね。これピーピーってやって救助来たけどどうしようってなった時とかにこれを投げておくっていう、これ大事ですね、笛。ほう、こちら水のいらないシャンプー。どこでも簡単に髪を拭き取ると頭皮の匂い、汚れを拭き取るシャンプーです。頭皮と髪全体にスプレーして指の力でマッサージしてタオルをまた蒸したりで拭き取ります。はあ、やるか。セミロングで 7,8 回って書いてあるんで僕3回ぐらいでしょ、これ長さ的にね。あ、こうえ、あ、髪全体に一旦行くんだわ。無理だわこれ。今ちょっとごめんなさい、僕ワックスつけてますね。がっつりやればいけるかもしれない。ちょっと資生堂さんですわこれ。あ、でもちょっと本当にジャンプしてるみたい、サラサラになってくる、ちょっと。で、あ、こうしてね、あー、はい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 。今使えるかどうかというと、やっぱそれはね、シャワー入った方がいいと思いますけど、緊急時の時はね、これはマジで大事ですね。でも貸してくださいと言われたらですよね。これなんか泊まり込みの時とか普通に使えるっぽいですね、災害以外でも。これ元々災害用ではないっぽいね、なんかね。これは行きます。こちら、あ、非常用簡易トイレセット、これ使ったことあります、これ。だから今日は使えません。これ水道が使えなくなった時に、便座に確か取り付けるんですよ。あ、そうですね。これ便座に取り付けるんです。ここ書いてありますね。便座に取り付けて、で、トイレして閉めるっていうね。で、凝固剤があるっていう。まあ、排泄した後に凝固剤を入れて、それを固めて、袋に入れると、可燃ゴミとして出せますよっていうふうに。避難所とか行ってもね、水が動いてるとは限らないので、まあ、使えますよ。3回分です。3回分か。だいぶ使いとこ選ぶな。でも、これは、めっちゃ大事っすよ。本当に。次。じゃあ、なんだこれ、速乾性のアルコールジェルです。はい、何かあった時用にシャッと、とんでもない状態の時ぶっかけるしかないと思ってたの、これ。次いきます。歯ブラシ、嬉しい。いや、ないかなーって思ってたんですけど、ありましたね。嬉しい、歯ブラシ嬉しい。じゃあ、オールランドマルチツール、これは何だ、これは大事ね、忘れてたわ。十徳ナイフ的なやつですね。これってさ、結局十徳とか言うけどさ、何がどう使えるのこれ。あ、これ八ですね。あ、十ですね。いや、九ですわ。九徳ナイフ。ナイフ、ハサミ、缶切り、プラスドライバー、ヤスリ、コルク抜き、栓抜き、マイナスドライバー、キーリング。キーリング？あ、ここ九個目にカウントしてるのこれ。ここにこういろいろつけれますよってことか。鍵をかけるリングとか、鍵かけときましょうねってことね。車の鍵とかかけとくといいかもね、緊急用で。そう、スペアを作っておいてここにかけとくっていうね、それ結構大事かもしれないですね。もし何かあった時用のためのナイフとかもやっぱあんま公に言えないですけど、食料を奪い合うことだって可能性としてはありますからね、全然。次、こちら、あ、防災アルミブランケット、これは防寒もできるし保湿、あ、保湿じゃない、保温防寒防水ですね。タウナスーツみたいなことなのかな。すっごい、おー、はー、はい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 、あったかい、あ、すごい、太陽の熱をしっかり
逃がさないようにしてくれてる感ありますね。あー、じわじわあったかくなりますね。あー、いいねこれ。これ多分夏この状態で10分外出てたら大変なことになりますねこれ。さあちょっとね、あの時間が経ったんで充電どれぐらいできてるかちょっと見ましょうか。さっき 77% だ。うえ、 87%、10% 増えてるわ。1分に1分ぐらい増えてますわ。これ結構じゃない？俺こういうのって1時間に 10% とかそのレベルかなと思ったんですけど、乾電池入れればこれは結構すごいよ。乾電池じゃなくてもいけるのかな。内蔵電池ピコン、いけてる。内蔵電池でもいけると最強説あるな。ソーラーもいけるし、これやればやるほど充電溜まったらおもろくない？そんなわけないから。じゃあちょっと残りも少なくなってきたんでこれ やりましょう。もうこれ缶詰、さっきのパンのやつ1個入れてみましょう。まず加熱袋のチャックを開け、中に手を入れてそこの部分をしっかり広げ、加熱袋が立つことを確認してください。これをまず開けます。開けました。手を入れました。広げました。まずこれが立たないと話にならない。立ちます。はい、でアルミ袋から発熱剤を取り出し、はい、ここを開けます。でこれを使うから捨てないでってことね。これですね、これです。はい、これの底に入れてください。置きました。はい、置きました。で食材と発熱剤がそこで重なるようにして入れてください。じゃあちょっとこのこっち行きたいですね。黒糖の方行ってみたいんで、これちょっとでこれを重なるように置いておく。まあこういう感じでいいってことですよね。でアルミの袋の内側の水量ラインまで水を入れて加熱袋の中に注いでください。あ、この中にね線があります。線がこうしっかりそこまで水を入れてください。これじゃあちょっと開けます。ちょっと飲んでみますね。香水だね。うん、なんか香水と軟水の違いって分からないよね、でも正直。でこれ内側の水まで入れる。あ、水まで、内側の線まで入れる。はい、入れました。で中に注いでくださいと。ですぐ加熱が始まるので火傷に注意してチャックを閉めてください。加熱が終わったら食材を取り出してください。15分から20分で食材温まります。ということでじゃあ入れます。入れました。ですぐにチャックを閉めてくださいと。うん、こんな早い。こっから98度が出るってことね。危ないなこれ。じゃあちょっと、あ、こうしとかないと、こうピーって出て、熱い、すごいすごい、本当に温まってるわこれ。これは素晴らしいですね。じゃあこれがグツグツなってる間に他の紹介しましょう。じゃあ、あ、避難用の給水バッグです。これ水入れること、あ、水入れることができますよっていう。いやこれもうちょっと気をつけて、ね、暑いよこれ。ちょっとあのあちちだったんで向かいやりました。はい、あーなるほどね、これ水入れれますってことですね。これ中でただ保存はできないですよっていう、まあ袋ですよ。これ何でも使えますね、水以外にも。じゃあ次トントンと、ここお、マスク。はい、マスク。まあ僕ノーマスク派なんで、ノーマスク派なんでこれはもう別にいらないと思いますね。そういう最近なんかありますけど、過激なねあれがね。はい、ただマスク大事です。息できないぐらい砂ぼこりが舞うことがあるんですよ。だからそれを考えてもマスクは必要ですよ。でやっぱりこう避難所とか行くと、例えば何か疫病とか、ね、インフルエンザとか風邪とかが流行すると一気に感染で広まるんで、そういった時でもマスクは結構大事になります。で、あ、三角巾ですね。これは三角巾、はい、ミルクということで、給食に救急に救急三角巾。ああ、まあまあまあ、ああ傷口の保護とか止血とかもできるっていうね。他にもそういう使い道がありますよっていうやつですねこれ。あ、レジャーシートですね。レジャーシート、これほぼブラジルレジャーシートです。これ大事だよ、布テープね、ガムテープね、ガムテープ、これ大事です。はい、こちら耳栓とか、あー大事ね。エアー枕、耳栓、スリッパ、アイマスクですね。あー、これ大事ね。やっぱ避難所行くと人がいて、落ち着いてきた時とか寝れないとかね、ありますので、耳栓とかあるといいかもしれないですね。あとさっき言った粉塵とかの時に耳栓ちゃんとするとかいいと思います、これ。はい、大事だと思います。ぐらいですか、全部いきましたかね、これで。防災アドバイス、これのことや。これも30個目に入っとるの、これも。ちょっとね、それはずるくないですか。これも1点に入ってるの、ちょっとずるくないですかね。これ緊急連絡シートも入ってますね。はい、これも含めての30点セットですね。はい、っていう感じですかね、内容量は。と、まあ、このカバンです。はい、このカバン、あ、防災防犯ダイレクトっていうところが作ってるっぽいですねこれね。あ、ここで長さ調節ができる。これでこうですよね、なんかあったら。これでこうで、こうですよね。まあこれが枕もなったりしますしね。最悪こうですよね、もう結構入るんですよこれ。
はい、これでした中はっていう感じだったんですけど、あ、追加で足すとしたらまずイヤホンいると思いますね。プラス強いて言うと歯磨き粉、歯ブラシは使えるにしても歯磨き粉はホテルの感じで小さいのが1個だけやったんで、まあ、4日分って考えたら歯磨き粉入れといていいと思います。プラス薬系は絶対入れといた方がいいと思います。痛み止めとか何かあった時の薬、これはちょっと余分に入れといていいと思います。であとなかったらでもティッシュですね。ポケットティッシュとかウェットティッシュとか除菌のアルコールシートは何か1個こうポンって入れとくといいかもしれないですね。あとは電池ですね。電池追加で足しておいた方がいいと思います。であとはやっぱ水食料は優先的に入れといた方がいいかもしれない。あの乾パンとかもうちょっと入ると思うんで、これ3つしか入ってなかったってことは1日1つ食うって考えてもお腹絶対すくんで、糖分はあったんですけど塩分がなかったのでちょっと塩とか塩味のある缶詰入れといたらいいかなと思いますね。あとはまあお金を入れとく、お金と、まあ、それぐらいですかね。あと飴入れといたらいい、糖分高い飴、サクマドロップ入れとくにいいですね。やっぱ幅取らないっていうのが大事なんで、どうですか、まだ全然重さもいけたんであと 2,3 キロで入るんで、あと紙とあとペンかな、ボールペン入れといていいかもしれないですね。空気清浄機とかどうですかね、乾燥して空気清浄機とか無理か、さすがに。あとまあ体温計とかあると困りはしないですね、避難所行った時に。いやそんなもん入れる上だ食料っすね。やっぱ水と食料をこの倍入れといていいと思います。じゃあちょっとそろそろシュワシュワがなくなってきたということで行きましょうか。さあこちら蒸気が、はいはいはい、ちょっと大事なことありましたね。これ水素ガスが発生してますと。でここにライターと、ライター入れといた方がいいですよ。でターボライターの方がいいと思いますよ。水素ガスが発生するのでここにライター近づけたら大変なことになります。これ絶対やめてください。じゃあちょっと取り出してみましょう。あーこれしといてよかったわ、こういう時にね。今これしたかったら多分大やけどしてますね。取り出していきます。熱い熱い熱い、完全に終わってないからですか。皆さん完全に加熱が終わってから取り出してくださいね。はい、ちょっとまだ熱いんで気をつけてくださいこれ。あーしっかり熱くなってますね。うおー、だいぶ加熱できてますね。ここで湯気出てきたらちょっと感動するよね。はい、まあ出るわけもなく、さすがにそこまで行くわけもなく。おお、いやいやいや暑い、外より暑いけどこれどういう仕組み、熱っ、焼きたてくらい暑い。いやいや本当に本当に、ちょちょ触ってみ触ってみ、これ焼きたてくらい熱くない、これ。いやこれちょっと食えるかな、熱く、熱いこれ。うわ中はマジでしっかりと温まって、いただきます。あうまい、これ結構マジで夜ご飯いらないかもしれない僕今日。うんね、結構美味しい。さっきの方が好きだな。こっちの方が好き。そっちが好き。あ、本当。まあ、確かにこれ好きとか嫌いとかじゃなかったもんね、非常食ってもともと。とりあえず食わないとみたいなのあったけど、これ普通にスイーツとしても食べれるからね、これ。おいしい。パンがふらふらしてて、口の中に黒糖の風味が広がって、おいしい。本当に大災害、大震災が起きる可能性というのは非常に高いと言われてます。避難所に行っても水がないっていう、その食料不足に陥った電気や水道全部止まってるという状態が本当にこの日本で実際に起きたんです。でそれを10年経ってまだ備蓄してないですね、正直っていう方は。何かあった時にすぐね、もし寝巻きの状態でも外にこれを持って出ればいいっていうものを1個作っておくと、まあ、皆さんも安心して生活できるんじゃないかなと。これはもう地震以外の災害の時もそうだと思います。あの戦争もそうですよ。もしね時間ある方、自分の好きなようにカスタマイズして組み合わせてカバンを作っていただいて、つって持って出られるような渋滞にしておくっていうのは本当に大事だと思います。この動画見てくださった方がね、なんか自分で作るとか、あ備えておかないとなって一人でもなればいいなと思います。起きた後のね復興もちろん大事ですけど、起きてやっぱり生き残るってことがやっぱ一番何よりも自分の身を守るっていうのが大事じゃないかなと、僕は思います。はい、っていう感じです。あ、これパンみたいな感じで触ってました。今日は以上です。皆さんね、もしこの被災で軽減された方とか、これが本当に必要だったなとか絶対あると思うんですよ。女性だったら生理用品とか、そういうのがあったらあのコメント欄まで書いてください。それを参考にしながらね、皆さんも緊急避難用の備蓄品っていうのは揃えていってください。明日にでも地震起きてもおかしくないと思います。なのでそこはちょっと緊張感持って備えていただければという動画でした。今日は以上です。ふざけて紹介した部分もあったんですけど、でも僕は備えをしてます。